ピックアップ声ボンヌはいということで今回のピックアップ声ボンヌのコーナーなんですけれども、えー、串田千ゆさんにお越しいただきましたはい串田さんはいどうも串田千ゆですはいよろしくお願いしますで今日ねあの先ほどボイスブックの収録を、えー、終えたばかりなんですけれどもはい今回やっていただいた作品が、はい、なんていうタイトルですかカエルの王様ですはいカエルの王様はい どんな話ですかね <laughs> えっとうん、えー、お実は王様実は王子の男の子が魔女の悪い呪いによってカエルにされたんですけれども、うんはい、森の中で可愛らしい王女様に出会ってはい、はい、でその王女様が大事にしていた周りを取ってあげた代わりにうん、うん、まあお姫様の おお近づきというか城まででけけるんすどそれでお姫様といろんなことがあって最終的にその王様が人間の姿は王子様カエルの王子様が人間の姿に戻ってお姫様とおそらく結婚一緒になっちゃうみたいななんかその話の展開って「美女と野獣」とかさなんかシュレックじゃないけどさ何かあれだよねある意味その醜い姿からさ美しい姿に。 戻るとかさ、んなんかストーリー展開としてよくある話だよね。そうですね。うんうんうん。なん、これ、そういう元になってんのかな。な、そうですね。こちらがどうなんでしょう。古いんですかね。その飾る中では。うん。うん。んその王女様とは、もともと関係あったの、はいはい。関係ないです。あ、出会うんだ。出会うんです。森の中で。マリオ拾ってあげるの。マリオ拾って,て。そんなマリオ拾えるぐらいでけえカエルだった。<laughs> <laughs> 泉の中に落ちちゃったマリを潜って取ってあげるっていう、うん、取ってあげたんですカエルがってことは牛ガエル牛ガエル牛ガエルっていうか<あ>むっちゃでかいカエルってことでしょマリ,マリってめちゃくちゃでかいで、ね、でかいですね、うん、えだってソフトボールとかよりでかいでしょでかいですね大人の普通広げた手のひらぐらいありますよねカエルが拾うってあの「千と千尋」の神隠しに出てくるあのカエル <laughs> これでかくないとあれだよね。はい。ああ、なるほどね。はい。誰え誰が書いてる作品だっけ？グリム兄弟。あ、グリム兄弟か。はい。グリムか。え？結構ただあれビショッ獣とかもグリュジュグリュジュグリルじゃねえグリル兄弟じゃねえ。グリム兄弟。グリム兄弟ね。はい。グリム兄弟の作品と他にも知ってますか？ええグリム兄弟あと何があったかな。ええ。 赤ずきんとかは違います。いや、そうだっけ。でも、結構有名なリップあるよ。いっぱいあるんですよね。うん、うん、うん。そう、皆さんね、子供の頃から聞いてるとか、見てるとかね。うん。作品、結構あるけどね。はい。うん。そう、そう、そう。え、じゃあ、串田さんは、あれなの、あんまり、えっと、童話とかは読んでこなかった方法 読んでないですね。童話子供の時、はい、子供の時がなかったのかな。いやありますありますよあります。あじゃあ子供の時はどんな作品読んでたの？<laughs> 子供の時は、うん、あの絵本はあまり読んだ記憶が長くてですね。はい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 。もっぱらアンパンマンとか見てましたね。アニメを見てたのか。はいアニメを見てました。なるほどねテレビという恵まれたね。はい、そうなんです。デバイスがあったということですね。そうなんでございます。はい。あじゃあそのアンパンマンが好きで。はい。 あの声優に憧れたの。あ、違います。あ、違う。アンパンマンももちろん大好きなんですけど。うんうん。それを食べる専門で。そうですね。あ、そう。はい、美味しいですね。美味しいと。はい。はいはいあの出発点はあのセーラームーンなんです。へー。はい。もう六年、五年か六年ぐらいずっとアニメ放送やってたんですけど。はい。私ずっと初回から見てまして。うん。途中であのなんかウサギちゃん。 主人公なんですけどうさぎちゃんになりたい変身したいと思ったんですけどなかなか変身できなくてどうしたらいいかと思った時に声優という職業があると知りやりたいとなってなるほどそれで出身がどちらでしたっけ愛知県です愛知県から上京して声優の道を志して活動を始めたということですねはいそうです大体それが何年ぐらい前ですか えとこちらに来たのは、うん、もう8年ぐらい前ですなるほどそこそこねお年を召してるということでやだ、うん、なんかそのハスキーボイスでやだって言われてもなんかちょっと全然イメージつきづらいんですけど <laughs> なかなかでもね、あのーはい、記憶に残りやすいかっこいい声されてますよねありがとうございますあのー、あれですか今後こういうことをもっとやりたいとかそういえばあの舞台出ますよね ここね、はい舞台出ます、ね、あの舞台にもチャレンジということで去年は朗読劇にも出演して、はいはい、ちょっとアクティブになってきたのかなとそうですね,、はい、ねおかげさまでこう、はいう本の方でも、えっと、先月「猿、え、刈、ー、合戦と」と、えー「義経と弁慶」っていう作品もリリースしてますからねはい梨さんの皆さんねぜひこれ聞いていただきたいんですけどもはい、はい、お願いします、うんえー、串田さんは趣味とかあるんですか 趣味は、うん、趣味は特にはないんですが、趣味がない。はい。ただあの、うん、そうですね、自分ファッションと、うん、あと何ですかね、自分、うん、自分磨きというかその自分のボディーチェックが好きで、ボディチェックが好き。<laughs> はい。ボディチェックが好きってなんかなんかあれだな、うん、なんかすごいあの美容の通販番組みたいな。<laughs> 話だないやいやなんか,なんかあの、うん、こう 脱脱いいだだにお肉がいい感じについてるかどうかとかそういうのを毎日チェックするのが大好きでお肉がいてるお肉が落ちてるじゃなくてお肉がいてるですかどこら辺にどのぐらいついてるかみたいなどこの部分をちょっと削ろうかなみたいなじゃあそれに向けて筋トレとかすするんでしますしますゆるいやつなんですけどゆるい筋トレをしますはいあ あれなんのアウトプットが声優のこの声を出すためにこういうトレーニングをしようじゃなくて肉をを増減させるためにトレーニングしんかこう見た時にシュッとなってるとテンション上がるんですよ自分が。あ綺麗な体みたいな。もはや声優の人なのかどうか全然わかんなくなっちゃうんすね。 まあ何かねあの <laughs>、はい、自分を磨くっていうことに関しては、はい、あの決してこれマイナスにはもちろんならないと思いますしできるだけやっぱり美しい自分でありたいとかね、はい、あの大事ですよねそのモチベーションを維持する上でも、えー、普段声優の,あのスキルを上げるためにどんなトレーニングをしてるのかってキルのはあるんですか まあできる限りウイロウリをやっております。できる限りウイロウリをやっている。はい。そのままウイロ買う人いるんじゃないですか。買ってくれたらいいなと思っているんですけどね。あ、そうですね。はい。あらかも。え人もお買い求めいただきたい。本当に売っちゃえばいいのに。そうしたらもっとなあれじゃない？あの感情入るじゃない？そうです。ねどっから仕入れようか。いや仕入れない。あの売れてからもう仕入れればいいんだよ。はえ そんんな色々やってる割にはあれだよよねね結構噛むよ、ね、<laughs> 噛むむですよすごくこのもう本当にもう何ですかね <laughs>、うん、もうちょっとね、うんうん、もうほんとお耳よしですけども。まあ結局あのリスナーの皆さんには完成品しか聞かせないからそうですね。はいあのということで今ねちょっとあの生で朗読してもらいたいんですけど<っ>えちょっとこのシーンでね冒頭のシーンでいいのであのちょっと今日やったもののちょっとやってみてもらっていいですか。ははい、はい お願いします昔々誰のどんな望みでも 思うように叶った時のことでございます。はい、ありがとうございます。これ以上やると噛みそうなので、えー、そうなんです <laughs> でそうなんです。す今日はもうちょっとすいません。はい、あの、本当に声がね、いいので、あの、だいぶ得してると思うんですけども。含ま、はい、してもね、記憶に残る声をしてると思います。もっとね、こう、そういった意味では、えー、止まらないでね。スムーズに読めるように、はい、やっぱ噛むこと気にしちゃうと、その分ね、感情が切れちゃったりとかしますからね。はい うん、そこはもう本当にプロフェッショナルの意識でもっとやってもらえればいいんじゃないかなと思いますけども。はいはい、えー、っとねっ声本で今後ねもっと作品も増やしていきつつ、はい、あのいろんな場面でちょっと活躍もねちょっとしてもらいたいなと思ってるんですけども櫛、はいえー、田さん10年先の自分はどうですか想像でででききてててまますすすかか年先の自自分分はいよどんですかんななにっるもうぜ 具体的に言えない音がないくらいのことにはもちろんなっていますし10年かかるのそれいや違うんですよ違うんですよ10年かけて仕上げるってことではなくてもうしみてるってことですしみてるってことです体にしみてますよってことですじゃあ10年かけてそれをやってたんだったらもうもう今すぐ死にますいや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 あのそんなにかからないですよもちろんはい じゃああ結構れなんだねマイペースで言えばマイペースだけどさ10年後の自分ってさ結局ほらどうなってるって言ったら大体人間って立場とかさこういう人になってますっていう話やないそういうのは別にないのねありますありますあるのもちろんですもちろん私アニメに出てるのが夢なのでアニメのレギュラー撮ってると思います10年後にはかけ算してる10年後には撮ってると思います いいですね。はい、ええー、じゃあ、それは逆算してね。はい、うん、まあ、十年かかんないかもしれないしね。はい、うん、うん、うん、それはもうぜひ目指していきたいところですね。はい、アニメがもっと世の中に多く出てればいいよね。 そうなんですよねいやでも結構出てる方だけどねここ最近ねむしろアニメーターさんの仕事がおの大変すぎちゃってねもうほぼブラック業界だもんねそうですよねうんほんにお体が心配そう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 みんなねアニメーター給料安いし仕事大変だしってこれもう本当やりがいでしかないもんなこの状況なんとかしないとねアニメーターになっちゃえばいいじゃんアニメーターですか私腰痛持ちなので立ってやればいいじゃんじゃ あー立って斬新ですね、うん、アニメーターになって自分が声を入れるっていうねあいいですねなんかそんな人いたような気がする名前な、うん、いましたかいやでもね、はい、あの極論あのそういうことだってね考えていく人が出てきますよあでもい,、はい、いますよ、うん、ほらなんだっけえっとほらあの名前忘れしたあのすげえあのあれだよでも神「神うさぎロペ」とかも、はい、あれ自分で作ってるんじゃないですか全部。 であれ自分で声入れてるでしょ。ああそうですね。あとほらあのなんだっけなあのちょっと絵がさ、はい、なんかあのもう本当カクカクしたフラッシュアニメでさあ海賊の変な人も出てきたりとかさあるじゃん。んああ<ー>わかる？あの赤い赤いゴレックじゃなくて。違う違う違う赤い感じのなんか絵的に全体的に赤いんだけどなんだっけ。なんだっけ。で結構有名なやつでさ絵は結構雑なんだけど、うんはい、あれも結構一人で全部の、ね、役やってるって話だね。鷹の爪ですか鷹の爪そう。 タカの爪もアニメも声も全部一人でしょうんほらそういうことじゃんそうかいるなそう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 究極ね自分で主演やりたいってね意外とそれ今簡単にできるしだって自分で発信できるじゃん YouTube でしかも生実感アニメとか漫画をコミックアニメーションとかさ漫画切り抜いてやったりとかって結構アクセス取れるからねやっぱ面白いからさ うちでもやっぱりアニメーションね何個か今まで手間かかるけど作ったことあるけど、うん、やっぱりアクセスやっぱりあるもんね結構うんやっぱみんなね面白いの好きだからねそう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 だからそういう発想もねもっともう養ってもらえるようになるといいんですよねはい。うん そうよよくあるの,よあのどこでも芸人さんとか何でもそうなんだけどさ、はい、チャンスが来るのを待ってるんではなくてねやっぱり自らクリエイティブしていく人っていうのがこれからの時代で、ね、やっぱり重要なので、はいはい、そういう、うんあのー、ことを1分1分でも多く考えられた人がチャンスをやっぱり掴んでいくっていうことにやっぱなるのかなとで実はスキルを上げることよりもそっちの方が実は一番大事んなんでかっていうとねそういうことをやってるうちにスキルって勝手に追いついてきちゃう、ねはい、うん、うん っていうことなんですよ、はいうん、だからまあそれを含めて、まあ、この今我々は「エボンヌ」っていうプロジェクトをやってるんですけども、はいうん、コエボンヌっていうのは結局ねあのもう飛び級なわけですよ最初から本番だから、はいうん、本番やった方が成長するに決まってるんで、はいうん、まあくも悪くもっていうか、はい、あのクオリティは置いといてだけどねそのクオリティの水準もねあの誰が判断するのって話なんですよ。 水準委員会とかあるわけじゃないし聞いてる人にちゃんと伝わるこれが100人中100人絶対どんな人でも伝わんないから今ねプロの朗読家とも一緒にやってるけどもその人でも間違えるしね実際言い間違いとかもあとで結構あるしねだからねそれはんか完璧なっていう人は基本的にはいないんだけどもただやっぱりその時自分のベストをちゃんと出せてるかどうかっていうのはやった方がいいよねちゃんとそういう感じですはい とということで毎回ねあの途中から僕がいずっと熱く話してめるっていうね <laughs>、はい、そうですね <laughs> はい岸田さん、はい、あのそういうことでね、はい、あのこれから、えー、活動していく熱意というか、はい、あの思いをね、はい、ちょっとリスナーの皆さんにお伝えいただけるとはいラジオってちなみに出たことあるラジオはないですねあじゃあこれ初じゃん こ YouTube にも公開するしあれだよ沖縄の FM キオっていう那覇市36万人年間大体600万人ぐらい訪れるから那覇市って那覇空港あるからね沖縄の玄関だかでほらやっぱレンタカー借りるじゃんみんな車の中で暇だから聞くじゃんそこにさふわって流れてるかもしれない聞聞いいいててくださななんそれであとアプリ アプリはい、えー、アプリとか使いますか。アプリはああ自分ではちょっと怖くてできないんですけど。怖くてできないって意味わかんないですけど。<laughs> なんかこれなんだろうなんだろうと思って。ああそうそうそう。慎重になります。大丈夫大丈夫そんな。あ最悪スマホぶっ壊れるだけだから。ああ<ー> <laughs> 怖いな、うん。で、はい、そのチューンインラジオっていうねアプリがありまして。はい あのそのアプリはまだダウンロードされてないですか？あしてます。すごい偉いね。はいしましたよ。もちろんです。はい。そう自分の声流れてるからね。実際に。はいこのチュインラジオというアプリは全世界でラジオが聞くことができると。うん。これはなんと1億ダウンロードされてるわけですよ。はい。これはすごいですね。す1億。ただね、あの今時ね、あの正直 YouTube とかね。 考えたら、はい、YouTube なんてもう何十億人ですからそれに比べたら、まああのまあ、ラジオに特化しているという部分で言うと1億ってのはすごいんですすごいですよで YouTube ほどインターネット、まあ、電池消費がないというかね、うん、あのやっぱラジオアプリなのでその分使う消費電力だったりとか通信量ってのは少なくて済むと、うん、でそれでいて世界中の、まあ、あらゆるところでねインターネット環境さえあればあのラジオが聞けるんですようん、うん まあ、そういう意味で言うとあの貴重といえば貴重うん、うん、で元の発信してるものが電波じゃないですか、うん、沖縄のエヒエム・まあ、レキオから発している電波の元となっているものが、えー、っとアプリに乗っかって全世界に配信されてるって考えると面白い、うん、で YouTube ってのは YouTube に投稿してる動画をあのみんながアクセスして見ることはもちろんできるはい、うんうん、まあ簡単で言ったら YouTube の方が簡単なのよ、はい、でラジオは今でも誰でも発信できるうん,うん だから本当に何が価値なのかっていうところに関しては完全に自己満足だね。で一つ言えるのはリスナーでラジオっていうキーワードが大好きな人がいて、うん、ラジオしか聞かない人ってのもいるわけですよ。ごくわずか。まあ、YouTube ってなんやねんみたいな。あとはまあ目が見えない人とかね。うん、YouTube は。まあ、でも今 YouTube でも本当に音声しか出ないものも多いからね。うんうん、写真だけ貼ってあってて、まあ昨日も あのピックアップ「声ボンドなんかもこれもそうだけどさ、はい、実際に写真だけポンと置いてあって、ね、音声でほぼ聞けるっていう感じこれがまさに僕は声ボンドだと思ってるから、うんうん、そういうことなんですよだからまあそんな感じでねあの広,い広くいろんなところでこれ聞いてもらえるようにねやってはいるんですけどもこの前も青木くんにも言いましたけどとにかく自分の声が誰かに影響を与えていくっていうこと、まあそれこそがまあ 一つのやりがいではあると思うんもちろんあの声優であのだからこの道で、ね、お金を稼いでこの道で暮らしあのお金を稼いで生きているっていうのが、まあ、最高のステータスではあると思うんですけども、はい、もちろんそれは目指していただきつつただその過程でも幸せを感じていかないとね、はい、もちろんですよ、ね、<う>その積み重ね連中だから、はい、そうですよ ふだから普段別にねあれなんだよ幸せの価値観なんてほんと人それぞれだから、はいうん、あの普段本当にアルバイトしててもさ月に1回舞台に立てるってそういう例えばお笑いの人がいてさそ、はい、れでビール飲んでさほんでみんなで楽しくやれるってそれだけで十分幸せなんですって人って中にはいるわけですみんなそれぞれなんだけども、はい、だから別に周りの人がとよやかく言うことではないんですよ、うん、自分がよければいいんですけどはい、はい、そういうもんなんです、うん、自分の価値は自分で決めればいいんだけどもでもなんかほらねもっといけるよ 言われたらその気になっちちゃゃうはいいなななっっますすすそそそんんんんももででてなんか結局今いる場所って人間で慣れちゃうからはいどこでも慣れちゃうのねほんと高級ホテルばっか毎日泊まってたら絶対その高級ホテル慣れちゃうわけのぞともうちょっといいとこ泊まりたいなとか逆にもっとしょぼくていいなっていうかどっちかになっちゃうあ例えばおっちゃんとかさ逆にすごい都心育ちだけど急に田舎暮らしとか逆に新鮮でさあ田舎で育った人は都会暮らしが憧れるわけじゃんもううそれはなんか ムカつくとかムカつかないとかそういう感情論ではなくて知らねえんだからいいいじゃんんっていう話なんですよ、はい、だからそれぞれあの本当に価値観は違うので、うん、あの本当にねオリジナルの価値観を皆さん求めてね、うん、誰かに従うとか誰かの流れに乗っかるとかそんなんじゃなくて、うん、自分の価値観で生きるっていうことがこれからやっぱ大事なんですよ。うんうん っていうのもまた俺が作る終わんねえじゃんみたいな <laughs>。いつまでも喋ってんじゃんみたいな <laughs> あの。ちなみに僕は今酒飲んでませんからね <laughs>。<laughs> ずーっと酒飲んでませんから。酒飲んでなくてもこんなにしゃべるってさ、<ー>もう酒飲んだらもっと大変なことになっちゃうんで。そうでですね、はい、でちなみにあの、はい、僕はボイスブックを今ね、制作とかも請け負ってるので、あの脳の脳科学に関する本とかの制作も今やってるんですよ、ボイスブックで。う<っ>うん、でそこでちょっと読んだ本でね。はいあの 上あのまあ岸田さんもまあふだんアルバイトとかしてたりとかでんかちょっと嫌な上司がねいたりとかするじゃないですかうんうるさく言ってくる人とかお説教してくる人っていうのはんでお説教が長いかっていうとお説教してる間にどどんんアドレナリンが出ちあうんなのでお説教してる自分が気持ちよくなってきてしまってそれで止まんなくなっちゃうだ。はい。 だからあのー、年いけばいくほどっていうかまあそのどん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 んその上司っていうのはねずーっとおせきが終わらないこれはね決してその人がうざいとかうざくないとかじゃなくて、はい、アドレナリンが出ちゃうんですでお酒飲んでる時に余計うんちくが長い人っていうのはお酒飲むと余計アドレナリンが出ちゃうんでうんだからアドレナリンが普段出やすくてさらにお酒を飲むともう止まんなくなるってことですね。 ということが科学的に証明されているので特にその人のことをどうこう思う必要はないとてことなんです。ということで人をねうん、うん、そうやってあの一個一個何かあっても憎まないように客観的に見た方がいいということですね、はいはい。ということでね岸、あのー、田さん今あ,のあれですよあのリスナーの皆さんに向けて。そうはい、うん っていう話をえまたは今年で遮って僕喋っちゃいました。これどんぐらい尺使えるかな結構長く喋長く喋ったらこれラジオでもし使ったら結構持ってかれちゃうな。持ってかれちゃいますよ。だからラジオでは使わないで部分的にパンって使って終わるみたいな。はい部分的にね。あのそのあの朗読ワンシーンだけちょっとしてるとこだけ使うかね。ちょっとだけでいいいですよ。でもねあんまりねカットしたくないんだよね。 そそううでででですすすすねねねぐぐゃゃ喋っってていいいいかららら面面面白白白んだだと人の話よはどんな話でもね人の話って聞いてるとねなんか自分の話じゃないから面白いんですよだから僕よく結構喫茶店とかで隣の席とかちょっとどこの会話とか結構聞こえてると入ってきちゃうんで結構その世界観には入っちゃうんですよねいやいや「君それは違うよ」みたいな「いやいやそのまま行ったら君失敗するよ」とか勝手に自分の中で脳がねツッコミを入れてたりとかするんですよ。 まあ、そういうことがね、結構面白かったりするんで。まあ、あの、この僕らの会話もね、誰かが聞いて。うん、うん、とか言ってね。串田さん、これ、ただ聞いてるだけじゃんみたいな。中井さんが、ここの喋ってんじゃんこれ串田さんのピックアップじゃないじゃん。ほぼ中井さんのピックアップじゃんみたいな。そう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 。まあ、それはいいんですよ。いいですよ。うん、どっちがピックアップされても、こういうもんだから。そう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 。こう、ね、串田さんはそうやって、控えめな、女性像をね。 今演じたということで。ええ。え <laughs> え。え,え <laughs> はい。ということで、えー <laughs> はい、じゃ、あ本当に最後に、えー。一言お願いします。最後に一言、はい。えー、っと。ピックアップ、恋ボンヌ、お聞きいただきまして、ありがとうございました。櫛田中樹です。えー、まあ、さっきマイペースというお話がありましたけれども。まあ、私は、そうですね。あのー、まあ、あんまり走るのも得意ではないので。でも、精一杯、競歩、競歩ぐらいの速さを目指してですね。もっともっと。 あの上手になって、もっともっと表現力豊かになって、皆さんにお届けできるものをもっともっと増やしていきたいと思っております。どうかどうか応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、えー、岸田千幸さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい